ジョン・ハルシーは、ロックドラマーであり、ラトルズでのバリントン・ウォンブルとしての出演で、最もよく知られている。ニール・イネスのバンド、ファッツォと演奏したり、テレビ映画、ラトルズ4人もアイドル、に出演している。ハルシーは、北ロンドンのハイゲートで生まれ、北フィンチリーに住んでいた。1965年に、ロンドンのリズムブルースバンド、フェルダー。 エスオリオールズに加わり、ピカデリーレコードレーベルから4枚のシングルをリリースした。1967年にサウスポート出身のタイムボックスのメンバーとなり、これが後にパトゥとなった。パトゥは音楽プロデューサーのマフ・ウィン・ウッドと共に3枚のアルバムをリリース。バンドは1973年に解散した。1972年、ハルシーはルー・リードのアルバム、 トランスフォーマーでドラムを演奏し、ヘンリー・マックローのマインド・ユア・オウンビジネス、ジョーン・アーマトレーディングのバック・ツー・ザ・ナイト、ロイ・ハーパーのある日のイギリス、マディ・プライヤーのウーマンインザウィングス」、ロジャー・チャップマンのメール・オーダー・マジックなどのアルバムにセッションミュージシャンとしてレコーディング参加した。彼は、ジョー・コッカー、スキャッフォルド、グリムス、クリス・ジャガー、ニール・イネス、 ビビアン・スタンシャル、ジョー・ブラウンなどの面々とツアーを行った。1992年の雑誌、トロマイク・テロスコープのインタビューにて、1983年に父スターで命に関わる事故に見舞われてから、1980年代のほとんどをバンの後ろで魚を売って過ごすような生活となり、それからはパブトレードに従事していると述べた。1996年以来、 ケンブリッジのキャッスルストリートにある宿泊とパブの店で店主を務めている。2007年1月1日、チャンネル4の番組、ザ・パイソンズ・ディド・ネクストに出演し、エリック・アイドルとの仕事の様子を話した。2008年4月、ロサンゼルスにおけるラトルズの30年を記念した再結成に参加し、オリジナルの4人のバンドメンバーが、再び一緒に演奏を行った。ありがとうございます。